Even by the foggy standards of war, the Kursk raid has been shrouded in a cloud of secrecy. これは？ソメヤ。はい、すいません。あと、ん？あとでさえも。どれがわかんない。フォギーはね、あれ？ぼんやりしたとか霞んだとか曇っている、深い霧が立ち込めたってもともとの意味だ。戦争のぼんやりとした基準によって、イーブンってどういう意味？でさえ、あ、そう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 、よってでさえ、ちょっとあれはさ、なんか日本語になんないですよ。戦争の扱いよりとした基準によってでさえ、んこのクルスクの、レイドは何だっけ、攻撃、攻撃、うん、レイドの、クルスクの攻撃は、シークレシーは秘密ですか？そうそうそう、秘密の雲の中に包まれているので、これどういう意味？クルスクの攻撃は秘密の雲に包まれてるんですよ。うん、だからどういうこと、この文章で言ってる意味は。戦況がよくわからない。うん、そうだけど、意味は？意味は、Even by the foggy standards of war ってどういう意味？戦争のぼんやりとした基準によってでさえも。っていうことはどういうこと？戦争という定義が曖昧。違うよ。Even by the foggy standards of war, the Kursk raid has been shrouded in a cloud of secrecy. あ、戦争の基準が曖昧だからってことですか？え、違うな。うん、違うな。え、なんか。うん、違うな。フォギーもぼんやり曖昧系だし、そう後ろっ側のインアクラウドオブシクレットリーもなんかぼんやりしてる。そう英語って難しいよな、これだから省略されてんだよね。あのね、はい、戦争そのものがその霧に包まれた基準のような曖昧なことであってあるのにもかかわらず、クルスク、このクルスクは秘密の雲に覆われてきている。戦争そのものが、まあ、別にクルスクというわけじゃないけれども、戦争そのものが曖昧で霧に包まれた基準であるということはもう既成の事実なんだけれども、このクルスクもあの秘密の霧に覆われてきていた、だから Even by the foggy standard は exist かな、なんかそういう言葉が省略されてる。だから戦争そのものはもともと霧に包まれているってわけでも分かんないことなんだけれども、このクルスクも同じように秘密の雲に覆われていた。いいかな、とりあえず大丈夫です。それがいいかな。この言葉通り訳したら訳になんないよね。うん、戦争の霧に包まれた基準によってでさえクルスクは秘密の雲に覆われて、訳にならないよな。いいよね。はい。ウェスタンガバメントは taken by surprise。
西側の諸国の政府はテイクンバイ、驚きを持って不意をつかれた。Ukrainian General Staff Source near the border admitted he didn't know the full picture。 ウクライナのジェネラルスタッフって参謀筋で、国境の近くの参謀筋は彼らが全てのピクチャー図を知らなかったということを認めた。全体像、 We are told to pack a baggage back on August 4th he said。 彼が言うには、我々が 8月4日に我々荷物をまとめることを言われた。 The bosses didn't say where we were headed。 上官が我々どこに向かっていくのかということは言わなかった。 And we still only see part of it。 我々はただその一部を見ただけである。 The shock, surprise and silence is reminiscent of that advance by Ukraine prior to another lightning offensive in Kharkov province in late 2022。 神木のここは人のショック、サプライズ&サイレンスって、なんていうか、音密みたいな感じですか。え？サイレンスって。あ、静寂。そっか、ああ、なるほど。いい日本語ですね。静寂は、思い出させるか。思い出させるアチーブドバイ、ウクライナのパイロットによっての到達。プライアトゥ、ユークレンプライアトゥ。あ、ユークレン、あ、ごめんなさい、パイロットじゃない。ユークレンプライアトゥ、プライアトゥ、アナザー、ライトニングオフェンスティブ、なんだ、2022年後半の、カルキフ、カルキフ、カルキフ州の避ける、ウクライナのプライドアーチアナザーライトニングフェンス、他の電光石火の攻撃、プライヤーってなやつ、入線するとかですか、はい、あの前のウクライナプライヤーとプライヤーと前の先のか、ああなるほど、先の他の電光石火の攻撃によって達成されたことを思い、なんだ、思い出させる、あそうそう、思い出せる、なるほど。あれウクライナって最初勝ってたんでしたっけ。え、ウクライナって優勢だったんでしたっけ。いや違う、優勢じゃないよ。このさっきのアナザーライトニングオフェンス、今回の攻撃はまさしく前のね、カルキフに、はい、2020年末に行ったカルキフの攻撃、電光のあの稲妻ような攻撃に、はい、にあのを思い出させるものだった。ウクライナに達成された、あれ、この攻撃ってなんか奇襲みたいな攻撃やったんですか。だったみたいね。あ、すみません、カルキフってウクライナ領でしたっけ。ロシア領に入ったのは今回が初なんですよね、確か。これカルキフってあれじゃない、ウクライナ領でないの。僕は地図調べてないけど、調べてみるか。あ、すみません。あれ、なんかロシア領に侵入したのが今回は初めてとかっていう。初めて。ハリコフ州はね、あ、これハリコフ州って言うんだ。ここ。これウクライナね。あ、ここ違うかな。違うかな。ここって、ちょっとどこ、こっちにもなんかあるな。こっちかな。
こっちかな、わかんない。右の方、あ、こっちじゃない方だと思う。こっちじゃない方、こっちかな、うん、でもそこでもなさそうなんだよ。なんでハルキフレポール、青の右下のとこじゃないですか、今の。あ、今表示されたやつの青の右下、ああ、ここのどっかのハルキフ、青のとこです。青と赤の接してる一番上のところっぽいです。ここ、この左ですの青い部分、こっち、あ、こっち、あ、そこです。ああ、そこなんですね。だから、ロッキー接してますよね。ごめんな、ちょっと、あ、ここ。ここ。わかった？あ、わかりました。今回戦、あの、攻撃したのここ。はい。なるほど。いい？あ、わかりました。ありがとうございます。